こんにちは、ネモです。パープラピーやっていきます。今回は無課金未課金向けゼニペナガールズバージョンのポイントの割り振り方と、そしてこれですね、今日来たダイヤのエースのコラボガチャ投手引くべきかどうか雑談をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで今回は課金者向けというよりは無課金、もしくはちょっとだけ高課金して遊んでいる未課金の方向けに、まあ、この2つの題材について話ができればいいかなと思います。なので僕もサバカの方を今回は動画の方に持ってきております。もしよかったら見ていってください。結構いい話がいろいろできるんじゃないかなというふうに思います。ということで行きましょう。まずはゼニペナの方ですね。でゼニペナの方は僕はサバカの方はA ランクで止めて、あとは有効ポイントを貯めていました。で、残ってるポイントがこんな感じですと。で、総合ランキングも大したことはないんですけど、まあ、なんとか、こう、全日程やりきることはできましたと。いうことで、ポイントの交換をしていきましょう。で、ポイントの交換で、僕が再三言っていた PR 大丈夫博士像を交換した方がいいですよ、というところのポイントが、まあ、そんなに正直今回足りなくて、なので、ちょっと取り方を変えようかなというふうに思ってます。まあ、僕と同じようにこれくらいのポイントしか貯められなかったって方もいると思うので、まあ、その辺は臨機応変にやっていただければいいんじゃないのかなというふうに思います。で、まず僕は SR のオクトパスアンヌを取りたいと思います。で、まあ、いろんなキャラ使って楽しみたいっていうのが、まあ、このサブアカの方のテーマとしても一つあるので、まあ、SR を1枚ゲットしておこうかなというところです。まずここに400万ポイント使います。で、これですね。PR の大丈夫博士像、やはり1枚は交換したいと思います。500万ポイントでめちゃくちゃ高いんですけど、まあ、SR ガチャ券で、こう、なかなかこう先の見えないものを狙うよりは、まあ、こちらの方がいいんじゃないのかなということで交換します。で、残り470万ポイントですね。で、天才の入部届を1枚交換します。で、あと残りのポイントなんですが、これに全突破します。やはり無課金、特に無課金の方ですね、僕はこのアカウント課金できないので、まあ、ここを、こういう時にガーッとパワーストーンを集めるっていうのは結構大事なのかなというふうに思います。まあ、先々でね、もしかしたら、こう、どうしてもここは突っ込まなきゃいけないって時に、こう皆さんと相談しながらって形にはなるかもしれませんが、まあ、今のところ無課金を貫くつもりではあるので、まあ、そんな感じですね。はい。ということで、パワーストーン10個手に入れましょう。で、パワーストーン10個を手に入れたら、もう大体もう終わってます。ポイントに関しては。大体終わってて、あと何を交換しようかなというところですが、まあ、多分ストアメダルとかでいいんじゃないですかね。うん。はい。で、ストアメダルを手に入れて、残りのポイントでアロマグッズ。これで、フィニッシュですね。はい。ということで、残り2252ポイントになりました。で、オクトパスの方のアンヌの解放をちょっとやっていきましょう。で、アンヌの方が、僕はサバカの方は、在庫がこれだけですね。はい。なので、確率的には最高でプラス4という形になります。で、本枠の方も確認したんですけど、アンヌ在庫全くなくて、PR5 枚とかだったので、PSR を取るつもりではあるんですけど、本垢の方は。ただまあ、解放をそっちでやってもしょうがないのかな、っていうところで、ここをやっていきたいと思います。3解放してほしい。お願いしまーす。おえー、ゼロ飯うますぎる。ゼロびっくりしたな。わー、まあ、解放しなくても、いいと言えばいいんだが、そして、スペシャルタックとコントロールのコツ。で、練習効果 20% アップ。まあ、大体予想してたテーブルですね。僕がアンヌの、こう、割り振りで取った方がいいんじゃないかっていう話をしたときに、多分練習効果 10%、20%、30% のテーブルでしょうと、なるみテーブルでしょうっていうのが、まあ、当たりましたね。これか神楽坂のテーブルだと思ってたので。まあ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 、強いと思います、普通に。普通に使えるキャラクターの一人ではないかなと。いうところではありますね。うん。ピンチクイックだけあんの保ち。まあまあ、いい性能はしていて、解放したかったんですけど、ゼロと。ゼロはきつかったね。はい。というところとですね、まあ本題と言ってもいいでしょう。これですね。ダイヤのエースのコラボガチャ投手、これをどうするべきかっていう話なんですけど、
人によると思います。結論だけ言えば。で、これ別動画出そうと思ってないので、僕はガチャこれ引くので、サーバー化の方。その時に皆さんに見ていただければいいかなっていうところと、あとは、どういう方が引けばいいか、その結構質問いただくんですよ。もう、そのガチャ動画の方に、石何個ぐらい余ってて、こういう状況なんですけど引いた方がいいですか？まあ、引き切れるんですけどどうしたらいいですかっていう質問をよくいただきます。で、個人的には、このガチャ内容を見る限り、SR の選択権、まあ、ここの60連目まで引いて、両方の母体を手に入れられる、無課金、未課金の方は行った方がいいのかなと。いうふうには思います。特に、タッチコラボ行ってない人は必ず行きましょうというところですね。そうしないとピッチャー作れないと思うので、まあ、タッチ引いてたら、マントとか、それこそ、呪文字東でもタッチコラボのキャラたち使えるので、それでもいいんですけど、まあ、この70連目は引いても解放できない人が多いかなというふうにも思うので、まあ、最低60連目まで引ける方で、タッチコラボ引いてない方は GO ですね。で、タッチ引いてて、石が余っててっていう方は、70連目まで引けるんだったら、まあ行ってもいいのかなという感じです。で、僕はその、後者の方に当てはまるので、まあここは行きたいなというふうに思ってます。まあこの二人のいいところっていうのは、やっぱ二人使うと、金徳が、ほぼ9割9分型確定になるというのが、まあ非常に強いところかなというふうに思います。得意練習も今、こう、投手の中で欲しい、球速、変化球、スタミナっていうところで、まあ申し分ないですし、このダイヤのエースのね、PSR 選択権がまさかついてくるなんてというところで、まあ好きな方を選べるんで、まあこれで、まあ自分が欲してる方を取れれば、まあ必要に応じてね、こうデッキを組んでいけるんじゃないのかななんていう風に思ってます。それプラス、僕さっきボックスの整理をサバカの方していて思ったんですけど、実はですね、こうかな。で、急速スタミナね。なんか、古谷とか、沢村とかって、無料で配布されてた時があって、その、なんか PR とかが結構数あるんですよ。ダイエのコラボが来ていて、こう、ダイヤのエースのテレビ番組の放送かな？それに合わせて PR とか結構配られてたみたいなんですね。で、この SR の古谷と沢村に関しては、ダイヤのエースのガチャ券でパッて出ただけなんですけど、この PR の沢村と古谷が、古谷は6枚、沢村は5枚いるので、まあこれだったら45を作れる可能性は結構あるなという風な判断もしました。まあコラボのキャラって45とか作りにくいので、まあ結構敬遠していた。まあその南ちゃんですら、まあ PSR の選択権ついたから、じゃあ引いとこう、みたいな。南ちゃんは40でもいいんで引いとこうって感じだったんですけど、今回に関しては僕のボックス状況もこういう形で、まあ、ちょっと解放がしっかり進められるんじゃないかなというふうに思ってます。なので、まあ、GO してもいいかなというところですね。で、まあ、古谷沢村、達也南コンビ。まあ、ここさえ押さえておけば、ある程度デッキ組めると思うので、まあ、ここは行くべきかなというふうに思います。あとは、やはりこのキーキャラが、いる方、いない方でまた分かれてくると思います。やっぱりこの碇守がいる方は、やっぱこういういろんな周りを固めるガチャも引けると思いますが、まあ、このキャラが今超重要、最重要のキャラです。なんかここの守の枠だけは代用っていうことができないので、全く。一体全体代用枠っていないので、まあ、ここに関しては必ず押さえておきましょうと。ここを抑える石を残した上で必ず行きましょうっていうのは絶対大事です。まあ、ガチャ来たばっかりなので、またその826とかね、その前あたりにこう来るグランドスラムとかで復刻するかもしれませんねっていうところなんですけど、守るに関しては最重要なので、まあ、そのダイエコラボとかタッチコラボ以上に大事になってくるので、まあ、そこは必ず抑えましょうと。そこ抑えてからじゃないと多分意味はないです、あまり。その急速キャラ集めたりとかしても、結局171キロいけないんでとか、例えば十文字東やるんだったら浅上借りれないんでとか、まあそういう事情が絶対出るので、個人的には守るをまずピッチャーの方は抑えましょう。で、その上でこういうこう脇を固めるガチャが自分のボックス状況によりけりで引いてっていいんじゃないのかなというふうに思います。まあ僕自身は今回はこう好条件が揃っているので行こうかなというふうに思ってます。
で、まあ、合わせのガチャとね、非常に迷っていて、まあ、合わせのガチャどうしようどうしよう、ひとまず、まあ、この13日来るまではステイしといてくださいねっていうのが、今回は、好転した、まあ、いい方向に転がって、うまく、このガチャが引けそうだなっていうのと、このガチャ自体も20日まであるので、待つのもありだと思います。ただなんか今回は、まあ引いた方がいいんじゃないのかな。まあこのボックス状況ですし、引いていいのかなというふうに思ってます。まあ野手を強くしたい気持ちが非常にあって、野手のガチャをね、まあそれこそ合わせとか、すごい引きたいんですけど、まあ引けるかわからないっていうガチャは結構危険があるかなというふうに個人的には思います。まあこのガチャ自体は厳選キャラですし、SR、PSR の選択権しっかりあるので、全然引いて悪くないっていう話も前もしたんですけど、まあやはり狙いキャラ、自分が絶対欲しいキャラを引けるこういうガチャは、こう、有効性が高い。まあ自分の中のこうチームランクとか、デッキ力を高められる可能性が高いというところで、明日この動画投稿しますので、ぜひ、お楽しみにしてください。あとは僕の方もね、本赤の多分生放送とかまたすると思うので、もしよければ遊びに来てください。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。まあ、ちょっとでも参考になったよって方はね、特に高評価をしていただけると、またこういう動画出そうってなるので、ぜひお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。